今日はこちらのひろこ林のジラソーレの長財布をご紹介します。こちらはデザインが特徴的なジラソーレシリーズです。素材は牛革です。見ていただくとお分かりのように彫刻のような美しいデザインです。牛革に型押し、型抜きを行うことで立体感のあるデザインを作り出しています。全体的に見ていきます。こちらが正面です。横から見るとこれぐらいの薄さですね。そして背面はこちらです。ぐるっとどこから見てもとても美しいデザインになっています。そして仕様ですが、こちらスナップボタンを外して開閉をしていきます。こちらボタンが2つありますのでお財布が膨らんでも安心です。そして機能性を見ていきます。ボタンを外すとコインからカードまで全て見渡すことができます。こちらがボックス型の小銭入れになります。たくさん入りそうですね。そしてこちらカード収納ですね。こちら今4枚カードの方を入れてますが、反対側にも4枚収納することができて8枚収納可能です。そしてこちらお札入れが1箇所、2箇所、3箇所と3箇所に分けてお札を収納することができます。開閉をします。こちらのお財布、実はミニサイズもございます。こちらがミニサイズになります。少し小さいですね。デザイン同じです。中の方を見ていきましょう。こちらもスナップボタンを外します。そうすると大きなボックス型の小銭入れが出てきます。そしてこちらカード収納なんですが、先ほどと少し形が違います。こちらは6枚カードを収めることができます。あとお札入れが1箇所、2箇所、3箇所、こちらは同じになっています。それではカラーバリエーションをご紹介します。こちらのゴージャスなゴールドとこちらの上品なシルバー、そしてとても女性らしいピンク、そしてシックなブラックです。どちらのサイズもこちらの4色展開で販売しております。詳細は商品ページにてお写真など詳しく載せておりますので、そちらをご覧いただきぜひご検討ください。よろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。